こんにちは、米谷優です。大家さんデビュープログラムで大家さん目指してます。頑張ります。よろしくお願いします。大家デビューを目指す米谷優さん、法人を設立して物件購入を検討しているという米谷さん、今回は税金の基礎を学びます。今回税金の基礎知識を教えてくれるのはこちらの2人。こんにちは、税理士の渡辺浩二です。私はですね、大家さん専門税理士としてやっております。こんにちは、大野照夫です。楽松さんでもコラムの方を書かせていただいております。今回は大家さんが知っておくべき税金の基礎知識についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは税金の基礎知識ということで、大家さんが物件を取得してから売却するまで、どんな税金がかかってくるのかっていうお話、そこから入っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では購入からちょっと売却までホワイトボードを使っていきます。はい、まず購入がありまして、保有をしまして、売却をすると、こういう流れになります。米谷さんは法人で、物件を買われて、今後運営していくというふうに伺ってますので、基本的には、法人を前提にお話ししていきたいと思います。まず購入をした時なんですけれども、売買契約を結びますと、売買契約書を作ると思うんですけれども、その際にいきなり出てくる税金があるんですけれども、ご存知でしょうか。売買契約の時にかかる税金ですか。不動産所得、不動産購入で所得税、不動産取得税ですね、はい、も出てくるんですけども、ちょっとその前にですね、契約書にこう切手のようなものを貼り付けたり、印紙、そうですね、あれ税金なんです。まず印紙税っていう税金が出てきまして、これは契約書とか領収書、その文書を作ったことに対して課される税金という、これは契約の内容ですとか契約金額によって印紙の額が変わってきます。でそれから今お話しあったように、不動産取得税ですね、これは買ったことに対して課される税金ですけれども、あと物件を買って、登記ですね、をするときに登録免許税っていうですね、こういう税金も取られるんですね。これらの税金なんですけれども、金額ざっくり言ってしまうと、固定資産税評価額っていうですね、役所がですね、決めた土地建物の価格評価額があるんですけれども、この評価額に対して、大体 10% ぐらいがかかってきます。ですので、購入する物件ですね、購入するときに評価証明書とかを もらうと思うんですけれども、その金額にちょっと 10% ぐらいかけてですね、大体どのぐらいかかるんだなっていうのを見てもらえればいいかなというふうに思います。ここまでが購入した時の、かかる税金になります。はい、不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。そうしましたら、ここからずっと保有していって、賃貸経営をしていくんですけれども、かかってくる税金ですね、持ってるだけでまたかかってくる税金があるんですけれども、はい、これは結構有名な税金があるんですけど、固定資産税。あ、そうですね、固定資産税ですね。はい、細かく言うと固定資産税と都市計画税が合わせて取られます。で支払いは年に4分割で役所から請求書が来るという形で納めていきます。固定資産税の評価額、ここからちょっと減額とか調整入るんですけれども、これの大体、1.7% ぐらいが毎年取られることになります。で賃貸経営をしますと、家賃収入をもらったりだとか、あとは必要経費を払ったりだとかっていうことで、手元にその儲けですね、所得が発生しますので、でこの所得に対してもやっぱり税金がかかってくるんですね。で、米谷さんの場合法人ということですので、そこでかかってくるのが法人税になります。で、所得にかかるのは法人税のほかに地方税にあたる住民税と、あと事業税、これもですね合わせてかかってきます。税金かかりまくりですね。そうですね、持っているだけでもかかるし、儲かってもかかるということで、
基本的に常に税金がつきまとってくるということになるんですね。でこの、まあ、法人税とまとめてなんですけども、所得の額に応じて違うんですけれども、800万円が境目になってまして、まあ、これらひっくるめてだいたい800万円以下で、まあ、25% ぐらい。まとめてですね、はい、でこれ800万円を超えてきますとだいたい 35% ぐらい、10% ぐらいアップするという形なんですけれども、でここがですね、あのちょっと法人税の特徴としてあるんですが、これ800万円を超えたらですね、もうこの 35% 以上上がらないんですね。これが何千万何億円というふうになったとしても税率は一定と。でこれに対しての所得税の場合ですと、まあ、超過累進税率になってまして、所得が増えるほどどん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 階段状に税率が上がっていくというものになりますので、所得が大きくなってしまうと所得税たくさん払っていくということになってしまいますので、法人税であれば上限があるのでそれ以上には上がらないと、まあ、そういった特徴があるのが法人税ですね。あと法人税の特徴として、今所得と言ったんですけれども、まあ、ざっくり言うと、収入から経費を引いて、所得を計算していくっていうのが法人税なんですけれども、法人税の場合だと賃貸業で発生するすべてなので、家賃とか、はい、あと例えば台風で破損してしまって保険金をもらいました、はい、って言った時の保険金収入。保険金も入るんですか？入ります、はい、なので法人税っていうのはもう全ての収入経費を全部こう、まあ、一つにまとめて所得がいくらかっていうのを計算していくと、はい、こういう特徴が。僕あのスキーのに関する事業の方は今個人事業でやってるんですけど、はい、それも入れるんですか？そこはですね、別になるんですね。別、はい、個人は個人として、はい、まあ、儲けを得ていると。で法人はまた別の人格、まあ、別の人っていうふうに見られてまして、あくまで法人として活動を行ったものの収入と経費になってくるんですね。そうするともし法人の方で僕が今後スキーの事業をやります、はい、そっちで家賃とか その賃貸業もやりますってなった場合は、はい、全部合算して、はい、で経費を引いたものが所得になるけど、今は別だから別の扱いっていうこと、はいはい、そうですね。個人の場合ですと、あの所得の種類によって全部分かれていまして、まあ、給与だとか、まあ、事業とか不動産とか、あとまあ株の、まあ、配当だとか売却益だとか、まあ、それぞれ別々に、まあ、利益計算して、まあ、場合によってはそれぞれ別の税率をかけていくというふうに、まあ、イメージはこうコップが一個ずつこう別々に分かれていて、そこにそれぞれ収入経費っていうふうに分けて入れて、で税率をそれぞれかけていくっていう、そういうイメージが所得税なんですね。でその後ですね、ずっと持っていきまして、まあ、最終的に売却をしましたと言った時に、まあ、高く売れて売却益が出ましたと。でその場合どうなるかというと、またですね、法人税がかかります。儲からなかった場合、損した場合にはかからないと。ただですね、ここでもうあの売却をして儲かった時ですね、また他の例えば物件を持っていて、でそこで損が出たと、あるいはこう、まあ、修繕費が出たっていう場合には、ここで売却した儲けと別途発生した修繕費をこうまたぶつけてですね、所得が少なくなると。でここはあの所得税の場合ですと、あの売却の場合にはまた売却のですね、あの譲渡所得税っていうのが、ああ聞いたことあります。5年以下とか5年超とかって聞いたことあると思うんですけども、はい、5年以内だったら 40%、 それ以上だったら 20% とかっていう形であの変わってきてまして、不動産の所得とは別で計算するっていう形になってますので、まあ、またちょっと違う特徴があると。あとですね、あの売却をした時なんですけれども、建物の売却代金ですね、これがあの1000万円を超えていた時、消費税という税金がですね関わってきます。それ
それ法人でも個人でも。はい。まず基本的に大家さんの場合もらう収入、まあ、家賃収入っていうのはこれ非課税の消費税がかからない収入になってるんですね、うん、なので、まあ、普通に大家さんをやっていると、まあ、消費税っていうのは関係してこないものなんですけれども、ただですね、一つだけ大きく影響してくるのがこの建物の売却代金、うん、これだけは課税の収入っていう扱いになるんですね。売却代金が1000万円を超えましたと、そしたらですね、ここで消費税がかかるんじゃないですね。2年後です。2年後、売ったその日から2年後、売った、まあ、2期後です。2期後にこの1000万に対して消費税がかかるんではないんですね。2期後にまた消費税がかかる売上が出た場合のみ払っていくと。なのでこれ自体は直接消費税を払う必要がないという、ということは逆に言うと2年後に売却しませんでしたと、はい、消費税が発生する売上はありませんでした、はい、言った場合には納付する必要がない。なのでその、まあ、税金だけを考えた場合、この 2期後にはちょっと売却するのはやめといた方がいいかなと。ただやっぱその消費税を納めてでもそれよりももっと収入が大きいんであれば、それは消費税払ってでも売った方がいいっていう判断になっています、ね、その自分で2年前にこれやったからっていうのを覚えておかなきゃいけないんですか？そうですね、覚えていないと忘れてしまうというのがこの消費税の恐ろしいところ。これは基本的には税務署側からは教えてくれないという。楽町、先ほどの、法人税の話の中で、まあ、収入から経費を引くっていうふうにお話ししたんですけれども、その経費の中に減価償却費という経費が出てきまして、まあ、これ聞いたことあると思うんですけれども、まあ、それがちょっと一体何なのかっていうと、まあ、それが税金に与える影響っていうのをちょっとお話ししていきたいと思うんですが、1000万円の建物を買ったとします。で、建物っていうのは使っていくとどんどん価値が落ちていきますので、その毎年価値が落ちてしまった分を経費にしていくと、これが減価償却になります。で、例えばこれが、まあ、5年で、まあ、価値が落ちてしまうよってなってくると、1年あたり200万円ずつ落ちていきますので、お金の支出自体は最初に1000万円ボンと払ってしまってますの で、それ以降はお金払ってないんだけれども経費だけが発生するっていうのが減価償却費の特徴ですね。これ4年経ちましたと、200万ずつ減価償却していきますと、今の価値っていうのが200万円になります。で、ここでですね、物件を売りましたと言った場合にどうなるかってことなんですが、買った時と同じ1000万で売りましたと、そうすると儲けがですね800万円、償却したから。そうですね、減価償却していくと毎年価値が落ちていってしまう、まあ、経費化していってるので、はい、売却した時にはその残っている価格、これと売却した金額とを比べた時に儲けが出ていた場合にはそこに税金がかかってくる。実際には儲かってないじゃないですか、1000万で買って1000万で売ったら。だけどその分使ったでしょ、その分下がってるからじゃあ利益あるよねっていう見方をされてしまうと。そうですね、減価償却で経費を立てて、まあ、節税をするっていうふうに考えるんですけれども、はい、ここは毎年償却してるときはいいんですけども、じゃあそれを売ったらどうなるかっていうと、結局はこの200万と1000万の差額の800万に対して結局また税金が課されてしまうということになりますので、税金の支払いを先延ばしにしているっていうのが減価償却っていうものになるんですけれども、ここで気をつけてもらいたいのが、売却をした時なんですけれども、はい、800万の儲けが出てますので、これがそのままドンって乗っかってしまうと法人税の税率がそこでバンと上がってしまうと。なのでここで節税している時には 25% の税金だった場合には 25% 分だけこう節税していって、最後売った時にドンって出てしまうと、ここで 35% の税金っていうことで、まあ、余計に税金が取られてしまうっていう、まあ、そういう
現象が起きてしまうので、なのでそれを防ぐためにこの売却のそのタイミングをちょっと考えないといけなくて、例えばこの売却の年に他の物件の大規模修繕をしていて修繕費が多額に発生してますと、例えば800万修繕費が出てましたと、そうすると修繕費と売却益を打ち消して税金を発生させないことができると。なんか魔法みたいですね最初に1000万払ってるのでお金自体は出てってるんですね、お金自体は出てってるので、ただ経費にするのがその後に少しずつ経費になっていくっていうだけであって、減価償却費っていう、魔法のような経費があるっていうわけではないんです。これはローンとかになると確かに魔法の経費って見えちゃうかもしれないです、ね、そうですね、ローンだとお金はまだ払ってないと後に先延ばしにしてますので、そこの部分は支出のない状態で、経費を出せるということは言えますので、そこは本当におっしゃる通りだと思います。減価償却について今これは法人の前提にお話したんですけれども、実はその個人と法人で減価償却の考え方がちょっと異なるところがありまして、基本的にはその減価償却の計算の仕方自体は一緒なんですけれども、個人の場合には減価償却費を必ず計上しなければいけない。でそれに対して法人の場合には減価償却費を計上してもしなくてもどっちでもいいですよっていう制度になっています1000万で建物を買いましたと、減価償却は一切しませんというふうになると、売却しようと思った時にいくらになってるかっていうと1000万のまんまなんですね。ということは1000万のものを1000万で売るってことになるので利益なしと、売却益は出てこない。こんなふうに、個人の場合は強制的に償却、法人の場合には任意、これは税法上法律上はそういうふうになってるんですけれども、銀行さんとかちょっと金融機関に対して決算書を見せるときにはちょっと気をつけなければいけなくて、銀行さんによっては減価償却は必ずやってくださいっていうそういう考えを持ってる銀行もあるんですね。どうしてかっていうと減価償却費を計上しないっていうことはその分だけ利益が大きくなりますということは利益を操作しているっていうふうに見えなくもないと、そうすると適正な利益じゃないんじゃないのっていうふうに、そういうふうにしてくる金融機関もあったりします。何やったら税金かかるんですよ何やったら税金かかるんですよ本当ですね、税金かかるのしょうがない。どこで課税を受けたら一番得になるのか。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。